でも、旦那様みたいな、そういう引っ張ってくれるタイプっていうのは結構助かる人多いんじゃないですかね。だから私、オタクに優しいですよ。確かに、オタク的にはとても嬉しいし、ありがたい。一緒にいて楽しそうですよね。そうね、ガンガン動くタイプです。基本的にあ、私、男のサプライズデーガトンがガン嫌い。動くタイプってなんか言うと、もうなんかすごあ、いでもエッチなようにしか聞めっく。ちゃ動くの。スパイダー騎乗位めっちゃ疲れん？ちょっと調べますね。ごめんなさい。僕、ちょっとまだ、ちょっと知識が ね、出てすこごないんじゃかないかな、私が命名したから。なんかさ、騎乗位のさ、その膝をついて動くやつもあるんだけどさ、なんていうの、この足をいわゆる M 字開脚にしてお。動くやつを、前から見ると蜘蛛の足みたいだから、私スパイダー騎乗位って呼んでるんだけど。ほう。ちょっスと、パイダー騎乗位ってエいロ絵わ描ばスきクいワッなトい？なんすよ。めちゃんこ疲れる。でもね、やっぱね、これはね、なんかね、とあるエロ系漫画にも書いてありましたけど、自力でスクワットをしようと思っても、私らみたいな女はもう疲れたやめるってすぐ続かないんですけど、向こうが行きそうって言われると頑張ってスパイダー騎乗位するんですよ。続けるんですよ。だから他人のね、快楽のためにダイエットをしてるみたいなところがあって。はあ、セックスでダイエットをすることができるんですね。多分一番ダイエットじゃないですか、あんな。YouTube だってスクワット5分とかですよ。死ぬに決まってんもん。まあ、確かに5分、スクワット5分は普通にきつそうだな。マジか。じゃあ僕と一緒にダイエットしますか。スパイダー騎乗位5分間？はい。大丈夫？冗談です。すいません。冗談です。冗談です。すいません。僕泣いちゃうので、ね。僕泣いちゃいます。多分私ずっとなんか受けちゃってる気がするけど、うーとか言って。